僕の場合は怖い、あの、なんていうの、つかまれちゃったらダメなんでね、あの、狩るのは強いと思ってるから、だからこうやって出してくるのも、みんな出してるんだよね。でも出してくるのも、つかませないために、こう、つかませないように、そして、掴んだ時にはいい位置にいるの、こういうふうに。そして自分がまっすぐで、手が出ないで、まっすぐで。そして、まっすぐなの、まっすぐ。どっちも使えるようにしてるの。で、掴まれちゃったら終わり。わぁ、引っ張り込まれるわ。だから、掴ませないの。掴ませない。それで、いいとこ入ってる。それが洗脳考え方っていうかな。こうやって掴まれて、みんなこうやって待ってない。そうそう。やられちゃうね。やられちゃうけど、待っててくれるのと、やられちゃうのは違うからね。こうやって、待ってて、それから転換やってるとか、できるんだけど、こう、掴まれたら終わり、来るとか、やられちゃうんだから。だから、そういうことで、掴ませないための転換とかね。そういうこと。だから、こうやってこう、見せてんだけど、掴ませない。いい位置にいるの。掴ませない。終わり。じゃあそういうことで展開やりましょう。感じてないとダメなの。これ感じてないでさ、こうやって知らんぷりしていいんだよ。でも感じて、ここを感じてないとどうするか分かんないんだから、彼。だからこう感じてるの。だから後ろにいるの。後ろにいるってか、感じてないとこうなってやられちゃう。やられちゃうんだよね。だから、こう来て、こうやって話してんだけど、感じてんの。ここ感じてんの。戦いなんだから、だから、早い方がいいの。感じてるのは大事。で、やっつけれるときはやっつけてるの。だから、そういうふうにやってんの。で、自分が曲がっちゃったらやられちゃうんだから。だから、まっすぐ。それで、足が自由。もう、そういうことしか言ってないんだよね。それで、転換しても何しても感じてて、まっすぐで自由に動いて、自由に足も動いて、体も動いて、そして相手の視覚からこうに入るっていう、そういうことしかやってないんですよね。で、競い、ここを競ったらやられちゃうんだから。僕の場合は。強い人はいいよ。強い人はこうやって強いんだからすごくいいんだけど、僕の場合はやられちゃうから、こういう風に入って、足を使って、いいとこ入ってんの。だから、ここ競わないで、競ってたらやられちゃうんだから。そういう感じてる。そういう話ね。そういうことで、こう、スタートから。触ったら終わり。だから、こう、触らないように。触ったらって、ギュって力が入ったら終わり。わっ競ったらやられちゃうんだよ。だから、競わないで足が自由。そして近い。で、真ん中。で、そういうことが大事だっていうことが、稽古をいろいろしてるとね、分かってくるんだよね。で、強い人はいいの。強い人はたくさんいるの。で、強い人は体重使ったりなんかして、こう、やってくるんだけど、僕はっていうのはね、弱いから。弱いってのはもう身に染みて感じてるの。道場で。だから、競ったら負けちゃうの。やられちゃうの。だから、道場の場所っていうのは、なんていうの？そういうとこでも、こう、できるっていう、そういう、練習ができるっていう、そういう話ね。だから、こういうところ競わないで、こう、入ってるの。で、足が自由だ。で感じてる。そして真ん中。で、こっちの手が外れちゃったら、こっちの手で出れるって、そういうふうにやってるのね。じゃあ、そういうことで、じゃあ、転換もう少しやってみましょう。先制攻撃が話、先制攻撃が大事だっていう、戦とか5とかっていう話がすごく大事だっていう話で、で、その稽古として、こういうね、こういう、記者の。で、遅れちゃうと、これ引っ張り込まれて、やられちゃうんだね。だから、
触ってむしろこう引っ張り込んできてこの手を使ってくるっていう時にこうねこう自分が先に入ってればこういうふうに変えれるとかこういうふうにこういう手くるんだよね。こう追ってきた時にこうもしくはこういうふうに入ってくれば線だったらこの手取れるんじゃないですか。でもし早ければだよ、早ければ、これ打ってきちゃったんだけど、これ早けってこういうふうに決断してこういうふうに握ってこう引っ張り込んでこういうふうに打ってくる。でそこのところをこう入ってくればこういうふうにもできる。それからこう上がってきてこういうふうに入ってくればここもできる。要は線の意識なので、一般的にはこういうふうに打ってきたの関係によってそういう感じね。でそれは線の傾向だから、こういうふうに打ってきてここ持ってるのね、持ってるとこういうふうに話しちゃったけど持ってるの、こういうふうにそして関係によって持ってるの、こう持ってるの、そしてこうね、ここ入ってくる。そうすると四方投げができるから、こう振り来て関係によって、これ線の稽古だから、そしてこう上がってます、下ろす。じゃあちょっと片持ちで今みたいなやってみましょうか。じゃあやりましょう。片取り正面打ちは、まあ、片取り正面打ちなんだって。だけど僕の場合は関係ない。で線の方がいいに決まってんだから、線の方がいいに決まってんだから、こうやって崩せるんだったらこうやって崩してんだ。だその、なんていうのかな、こう片取り正面打ちでこうやってやって、こうやってこの手と競ってこういうふうにやってないの、こう競ってないの、向こう来た。だからこの手使えないんだよね、この手もね。この手を取りに行ったら、この手は自由だから外してボカって来ちゃうんだけど、この手来ちゃってるから、この手使えないの。そして隙間見つけてこうに入っている。でだからなんていうのかな、状況を見てるってこと、状況を見てやってるってことじゃないと、片取りのこういうのだからって言ってこうやってるとこやられちゃってるんだよね。だからその状況感じてるとかそういうことなのね。でたくさん稽古してるとそういうの分かるから、でこう打ってくる、ここ入ってきた、これだけの話でしょ。でもこういうふうに来てあるからね、ここで自分を守ってる、真ん中でそしてここ競っちゃいけない、ここ競っちゃいけないなって思うから、こういうふうに外してくると、こうやって持ってるってもこういうふうに入れる。で小手返しだったらこう小手返しで、そういうふうに自由にできるから、こうで十字絡みだったらこういうふうに入って、こういうふうに十字絡みしてくれば十字絡みだよね。だからそうで、この片取り正面打ちっていうのは、これ線を教えてるから線を、こう、そういうことなんだよね。だからこういうふうにやっていかないの、もうただ線に、だからそういうことね。だからその状況によって、その隙間の状況とかそういう基本的なことは変わらない。だから上とか下とか遠くに離さないとか、真ん中でとかそういうのは変わらないから、それをいろんなこと形で、まあ、体現してるっていうかな、そういう稽古して、お互いに稽古していろいろ気づくから、そういう形ですよね。
じゃあいろいろやってみましょうか。こういうこういうね、こういう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 自分がなるべくまっすぐ、こうに傾いちゃわないで、まっすぐにして足が自由で、こうあやばいなってこういう やばいのこういうやばいの、そしてこう入ってきて四方投げとかね、まあそういう話。じゃあ2点あります。一つはこういう、あの J 先生が言ったんだけどね、こういうふうに親指を出して持ってると危ないから、これね、こう危ないから中に入れましょうねって、そういう話、持つときはね。そうじゃないとこういうふうにやってるとこうやばいんだよね、こう2強出すとね、こういうふうにこういうふうに痛いってなっちゃうね。だからこういうふうに中に入れてこういうふうに持つ、そうすると2強でもね、中に入って、こういうふうに、そういうふうにやってる。っていう方がいいってことね。それとなんだっけな。それとなんだっけ。それと、こういうとこ見てないってこと。あんまりこういうとこで競わないの。競ってないの、こう。取ってないの、こう。だからこういうふうにされる。ここに競ってたらできないんだよ。できないんだよ。で、こう、やったらこの手縮まってるんだから、ここにやられちゃって、って。でも、自分の姿勢が大事だから、姿勢っていうのは感じてて、で、振りかぶってきたら時に合わせてる。だから、ここ伸びてる。ね、伸びてる。だから、それで隙間見てる。隙間、どっち行く？あ、こっち行くんだって。こっち行くんだって。そういう話でしょ。だから、感じてないとダメ。こう。いつも感じてる。いつも感じて、殺し合い。ね。だから、こう感じてて、こう、彼を感じてて、そしてこういうふうに入ってるんだ。で、こうね、こう感じてる。そういう感じでやった方がいいんじゃないかなと思って。で、まあこうね、なるべく近い。で、こう来たら、これ捨てる。これ、こんなんやられちゃうんだから。だから捨てる。そうすると入れる。で、だから、こう自分がまっすぐが、こう、やられちゃうんだよ。じゃあ、まっすぐ。見てて。足。そういうことね。そう、ああ、足で。大丈夫だ。じゃあ、そういうことで、今、こういうね、こう来て、こういうのやりましたけど、ここで競わないこと。ここで競わないこと。で、早ければ上がってきた時にこうに入れる。そしてこっちも腰変えれるし、こっちも腰変えれるんだけど、遅くなっちゃったら、これしかできないね。そういうこと。それで自分が安定してる。それが優先だから。で、自分の通りに彼は動いてくれるの。だから自分が曲がってたら彼も曲がっちゃうってこと。自分が曲がってたら、ダメなの。だから自分がまっすぐなの。まっすぐ。全然何にもしてないんだよ。何にもしてないんだよ。それからね、なんだっけな。それからこう。僕に合わせて彼は、なんで、外してくれるとか、いろいろサービスの時に取ってくれるんだけど、それをやらないためには、自分がまっすぐじゃないとダメなの。で、例えば両手持ちでこうやってやって、まあ、こうやってやって、こうやって来ると、彼は、こうやってやって、こうやって、間違えちゃった。こうやって、こうやって来るとね、こうやって来ると、こうやって外してくるんだよ。外して、こういうふうに外して、くれるけど、実際は持ってんだからね、こうに。だから、こう、サービス受け身じゃないとできない。待ってないってこと。待ってないって、合気道みたいにこうに、
待たせてないってこと。もう自分がやってんだ。だから、相手を待って、はい、それからじゃないってこと。だからもう、やってんだよね。やってんの。オフにやってんの。で、自分が安定してる。で、待ってないの。そういうことが大事だと思うんですよね。で、もう少しやって、じゃあ終わりましょうか。じゃあもう呼吸ね、こういうで、形守ってるっていうのね。で、ここでそうしてないっていうか、やられちゃうんだ。形守ってんの。形、こういう形。やばいなって、こういう形。やばいってのは、こう、体側から離れちゃうとやばいんだよね。こう出てると、やられちゃうんだよね。こうやって、いくら力があったとしても。だから、近くにって、自分の近くに、体側の、この近く。この近く。だから、ビール飲めとか、耳に触るとか、昔は言った髪の毛触るとか、顎触るとか言ったんだけど、要は勝手にやってるっていうか、勝手に、ほら、勝手に。ここで競争しようとしてないの。で、いいの、来てくれるの。それから、こういうふうに来てる。そういうことが稽古だから、こうやって、で、全然動かない。まあ、よっかかってんだからね。よっかかってんだ。まっすぐにして、おう。で、足が自由。そういうふうに、やってるってこと。じゃあ、そういうの感じで、じゃあちょっとやってみましょう。